B3 リーグ2018から19は2018年9月29日から2019年5月5日まで開催された B3 リーグの第3回目のシーズンである。東京エクセレンスが年間総合優勝を果たした。2018から19シーズンの B3 は10チームで行われる。今シーズンの方式は以下の通り。当初は上記の最終順位とは別に、 それぞれの大会の順位をもとにした勝ち点を算出し、それを合算した勝ち点で3位以内で、なおかつ B リーグ準加盟で B リーグクラブライセンスを保持するクラブの中での最上位クラブが B2 の最下位クラブとの B2B3 入れ替え戦に推薦する予定であったが、2018から19シーズン B に所属の金沢武士団が B2 ライセンスを失い、 降格となったため、B2 ライセンスを保有している、B3 総合1位の東京エクセレンスが2019の20シーズンからの B2 リーグへの自動昇格が決まった。B1 ライセンスを失ったため、B1 リーグからの降格が決定していた、ライジングゼファー福岡への B2 ライセンスの交付が決定したため、入れ替え戦には、b 三総合二位の大塚紹介腰替アルファーズが出場し、 B2 下位の東京八王子ビートレインズと対戦することとなった。2018年9月29日から11月11日2018年11月16日から2019年3月17日2019年3月23日から5月5日2019年5月9日に個人表彰が発表された。ありがとうございます。